みなさん、こんにちは。本田哲ですよ。今回また、前回に続いて、ポケパークウィーのパート、パート2をやっていこうと思います。はい。はい、前回パート1で、このポケパークウィーという美しい世界にね、放り出されて、ポイ。何なの？さっきから拾って出てきたのは。前回ね、パート1終わらせてから、そのまま続けてやってるので、前回動画が終わったところにまだいます。はい。ということで、なんだこの持つってのは。まあいいや。とりあえずね、あ、ポケモンいるやん。こんにちは。ピッパ困っちゃうわねー。あ、メスなん？不思議マナの子が橋の向こうを見張ってて、友達を呼べないのよ。よそのものは呼んだらダメって、ほんと厳しいんだから。鎖国状態なんだね。なるほど。まあいいや、とりあえず、ほい。この運ぶってのは何なの？持って運ぶやつは、これは何なのかわかんねえな、全然。この橋に持ってこなきゃいけないとかかな。まあいいや、とりあえず橋に、いるな。ケモン、お前ダメって言われてるアトラクションで遊んでいい。しかもクリアしたんだな。とんでもないやつだ。クリアしなかったらまだよかったのかよ。え、チコリーダーはどこだって決まってるだろう。不思議マナ様のところだ。つまりこの橋の向こうだな。ここを通りたいか。そうだな。ナイトルがフリフリダッシュでプレゼントをもらえるくらいのすごい記録、短く言ってプレゼント記録を出せたらこの橋を渡らせてやってもいいぞ。走るのが苦手なあいつにはまあ無理だろうけどな。ナエトルってのは、ああ友達リストにはいねえな。ナエトルってのはカメだよな。まあ走るの苦手とかなんとか言ってたから多分そのカメのことだと思いますけども、カメってこっちにいた。これ。不思議だねのアトラクションに出てほしいってダメだよ。え、君のお友達を助けるため。わかった。追いかけっこで君が僕に勝ったら、君のお友達としてフリフリダッシュに出るよ。そんなにフリフリダッシュ苦手なら追いかけっこも苦手だろ、お前。追いかけっこするかい？まあもちろん。うん。始めるね。なんか嫌そう。優しくしてね、みたいな感じで始めてる。おうおう、はい。簡単そうだな、こいつは。こんにちは。イェーイ！簡単！やったね！おう、簡単でした。はい。うぅ、吹っ飛んだ。まだ体が浮いてるみたい。ああ、ほんとに後ろからね、優しくされなかったからね、頭真っ白になっちゃったんだね。こうやって遊んでると、楽しい噂が広まって、新しい子が遊びに来るかもしれないね。これで僕は、君と、お友達、フリフリダッシュ頑張るよ。そうそう、友達の印に、君に木の実をあげるね。おぉ、友達になった。そしてまた、カツアゲしました。おパチリスが遊びに来た。パチリス。はい。なるほど。ああ、ウソハッチが遊びに来た。なるほど。わかりました。ストーリー多分ここでまたできるんだよな。お前、ダメって言われてるアトラクションで。じゃあ追いかけ。違う。違うって。なんでこっち向いて始まんの？反対側向こうよ、ピカチュウ。はい。じゃあ、そっか、こいつに話しかけなきゃいけないんだね。あ、ちょっと待って。こいつに話しかける前に。ちょっと止まって。チュパチュパつった？兄ちゃんと一緒に遊びに来たよ。兄ちゃん、ポケパーク全部を冒険したいけど、
とっても広いらしいから、僕には難しいかな。うん、遊んでくれるの？追いかけっこしようよ。なんか強そうだな、こいつ。じゃあ始めよう。むずそうだな、これは。早そう。とりあえずめっちゃ、ダッシュしまくって。あ、でも追いつけそう。あ、これ追いつけそう。おっと、よし、追いついた。やったね。フレームレート落ちるな、当たるたびに。それはしようか。じわじわ、捕まっちゃった。おかしいな。僕、ナイトル君には負けたことないのに。ナイトル弱いもん。またやろうね。きっとだよ。うん、友達になりました。はい。あ、そうだ、そういえば見てなかったな。友達リスト、ペラップ、チコリータ、ナイトル。グリーンゾーンでよく遊んでいる。チコリータを助けるために不思議種のフリフリダッシュに出ることを引き受けてくれた。あ、パチリス、グリーンゾーンに遊びに来た。好きなアトラクションは不思議種のフリフリダッシュ、不思議バネのスイングローブ。うん、あ、スイングロープか、なるほど。不思議種。あれ、これ読んだっけ。グリーンゾーンで不思議種のフリフリダッシュのアトラクションリーダーをしている。不思議種のフリフリダッシュの アトラクションリーダーをしているって説明、なんかめっちゃ二重じゃね。これ、禁止されていたアトラクションを遊ばせてくれた。了解です。なるほど。あ、こわー、ウソハチさんもここにいるやん。おい、アホー、最近嘘ついた？僕は嘘ってついたことなーい。それが嘘なんじゃねえの、もしかして。僕今隠れんぼなんてしたくないよ。でも君は隠れんぼしたいんでしょ。ああ、押してもいいよ。隠れんぼは決まった時間の中で相手のポケモンを見つける力比べ。うわー、俺目悪いからこれ難しそう。 B ボタンでピカチュウが向いている方を見られるぞ。体の向きを変えていろんな方向を探そう。隠れんぼする？してみよう。じゃあ始める。僕、岩のそばに隠れない。なるほど、全部嘘だから岩のそばに隠れる。でも、もしかしてそう思わせることで本当に岩のそばに隠れないなんてことがあるかもしれない。はい、まずこっち向きましょう。岩のそば、声聞こえるんだけど。岩、そっちじゃないよ。教えてくれんのか。岩ならここにあるけど。岩ならここにあるけど、そっちじゃないよ。こっちじゃない。オッケー。こんにちは。岩？ここにも岩あるね。岩。これクリアできなかったら失っちゃうの？木の実とか。岩。他に岩はある？これ岩じゃねえよな。あ、いた。え、ちょっと残念じゃねえ、すぐそこにいたね。ふぅー、そっぽー、君たち。次も近くを探さないで、どこを探して。おい、やるぞ。今回は、もしかして同じ場所？同じ場所だったらわかるぞ。同じ場所だったらわかるぞ。こっち。こっちにいたぞ、さっき。あれ、こっちじゃなかった。あれ、こっちじゃなかった。どこだったっけ。ここら辺の、岩のところ。あ、この岩だ、確か。あれ、この岩じゃなかったか。どれかの岩の、あ、いた。こんにちは。おお、やったね。君、本当が分かるなんてすごい。友達になら、これ本当。さっき、ヨシさんも君とかくれんぼしに来たらいいのに。これも本当。ウソハチと友達になった。はい。ウソハチさんと友達になりました。ああ、ウソッキーが遊びに来た。なんだこのポーズ。はい。ウソハチ、グリーンゾーンやケイブゾーンやマグマゾーンでよく遊んでいる。あ、いろんなところに出るよね。好きなアトラクションは不思議種のフリフリダッシュ、ドサイドンの押し出しヒートアップ。
うん？オッケー。了解です。プレゼント記録を出せるぐらいナイトルが速く走れたら、足を渡らせるって、キモリが言ってたんだね。じゃあ、ナイトルに頑張ってもらわなきゃね。アトラクションにはクリアするための目標記録の他に、プレゼント記録があるんだよ。プレゼント記録はポケモンごとに違うから、足の速い子も走るのが苦手な子も、自分なりに頑張って記録を出せばいいんだ。なるほど。いいですね。それで、プレゼント記録を出した子には、ご褒美に、極みを特別たくさんプレゼントしているんだよ。おー。僕、考えたんだけど、グリーンゾーンのみんなが、楽しそうにアトラクションを遊んだら、不思議花さんも、アトラクションをやってもいいって考えるようにならないかな。まあちゃんとした民主主義の政治なら、そういう風になるかもしれないですけど、現時点ではなかなかそういう風になんねえんだよな。アトラクションにはピカチュウだけでなく、友達になったポケモンも出られるぞ。はい。しかも、それぞれのポケモンのプレゼント記録を超えれば、ご褒美の木の実がもらえるぞ。ピカチュウがもらうんだよね、木の実は。ひどい話だよ。振りだしてやってくよ。やったね、そこなくちゃ。ああ、パチリスさんが後ろに。森のコースを駆け抜けるぞ。はい。はい、わかるよ。ああ、パチリスもできるんだね。ナエトル、不思議だねとウソハチ、いろいろできるんだね。とりあえずナエトルでやんなきゃいけないんだよな。いや、俺のチンコもナエトル。どうでもいいか。ちょっと片手で持ってやるのもいいかもな。片手で持ってちょっと横向きな、あ、キモリいるじゃん。片手でやってみよう。あ、ダメだ。多分両手の方がいい。両手。声が震える。キモリ早っ、キモリ早っ。プレゼント、あ、プレゼント記録だ、やった。木の実100獲得。はい、新記録。やめよう。やめていいんだよね、多分。あれ？いいんだよね、アトラクションやめて。これで。やめるの方にしちゃったけど、多分大丈夫だよね、今ので。かわいい。かわいい。ナイトルがプレゼント記録を出したから、キモリが橋を通してくれるはずだよ。早くチコリータのところ行ってあげて。はい、チコリータのところ行ってあげましょう。はい、チンコチンコチンコ。このシリーズ結構チンコ発言多いけど、チコリータがチンコチンコ言うからだよ。ケモン、何？あのナイトルが振り振り出しでプレゼントをもらったって？え、何？キモリにそれ言うだけで信じてくれんのかよ。じゃあわざわざやらせる必要なかったやん。普通に、あ、クリアしたよ。何の話？みたいな感じで言えば。なんだよ、そんなの。全然羨ましくないからな。俺が本当は振り振り出しを大好きだとか、やりたかったとか、俺もプレゼントが欲しかったとか、そんなことは全くないんだぜ。だってお前出てたやん、フリフリダッシュ。お前フリフリダッシュいたやん。ここは通してやるよ、じゃあな。普通にフリフリダッシュいたよな、お前。で、しかも結構惜しいところで2位取ってたしな。あ、なんだこれ。調べる。木の実の絵が書いてある。あ、それだけ。はい。ん？ここら辺、なんか、いんのかな？橋通れるけど、水の中はいけない。うん。オッケー。お！マンコウだ。お前、走るのは遠くらしだ！だが、バトルはどうだ？俺と勝負しろ！バトル？あ、一応バトルとかもあるんだ。結構ほのぼのなゲームでも。うん。お前が勝ったらここを通してやる。迷ってる暇はない。始めるぞ。声が決まんねえな、この人。バトルはお互い技を出し合って勝負する力比べ。決まった時間の中で相手の体力をなくせたら勝ち、なくせなかったら負け。何、二人とも生き残ったら俺の負けになっちゃうの、自動的に。攻撃を受けて自分の体力がなくなっても負けだ。ダッシュでぶつかったり、
10万ボルトを当てて相手のポケモンの体力をなくそう。お互いの体力は画面に出ているゲージで見られるぞ。自分の体力が減らないように、相手の攻撃を避けることも大切だ。なるほど。じゃあちょっと避けながら、これ避けて、OK。と、あ、ミスった。と、OK。で、うまい。あ、痛い。おーおーおー、勝った勝った。なるほど。はい。何？この俺が負けただと。男の約束だ。ここを通っていいぞ。不思議丸さんに会いたいなら左に曲がって進んだら門があるからグレッグルリ上げてもらえ。じゃあな、俺は次こそお前に勝てるように暴れ方に磨きをかけるぜ。そういうわけだ。ひとまた一緒に遊ばれ、暴れようぜ。友達になった。おあれ、キマリーとは友達になってねえよな。ま、ヒコザルが強くなりに来た。強くなりに来た。修行しに来たのか。マンキー。グリーンゾーンで不思議マナの使いとして、チコリータをさらった。暴れるのが好き。あ、チコリータと一緒に暴れちゃうのか。お気に入りのアトラクションは、不思議マナのスイングロープ。はい。お前は？お前は何？熱波。友達にこそ負けたくないって。気持ちになったりしない。まあ確かにね。大抵の子は友達に会った後こっそりトレーニングして力を上げるみたい。なるほど。友達になった方もまた力比べしてみなよ。ねえ、私とも追いかけっこしない。メスなのこれ。じゃあ逃げるからよろしく。追いかけっこね。はーい。あれ、ダッシュできてなかったぞ。うわ、結構早っ。ああ、こっち来てくれた。こっち来てくれた。はえ、やべえと思ったらこっち来てくれた。あれ、水に溺れてた。な、やっぱ、捕まっちゃった。誰かと住むのって楽しいね。それで、君と私は友達。兄弟にも言っておくわね。ポケマケのエイパムはみんな君の友達だよ。友達のシステムおかしいな、このゲーム。エイパムと友達になった。わ、エテボースが遊びに来た。エテボース。はい。グリーンゾーンやハウスゾーンでよく遊んでいる。不思議なアトラク、あ、好きなアトラクションは不思議バナのスイングロープ。モジャンボのスイングレース。なるほど。エイパム。はーい。うわ、めっちゃ人いるなー。ここら辺。エイパムさん、こんにちは。なんだお前。不思議花のアトラクションやりたいな。私コツを知ってるよ。あのね、ロープが一番下に来た少し後にジャンプするといい記録が出るみたい。試してみてね。そうそう、ちょうど相手を探してたの。相手？何エッチするの？バトルしましょう。エッチするんだね。はい。じゃあ始めるわよ。エッチするんだね。はい。バトルか、今回は。あんまりバトルの、まだ慣れてないけど、操作とか。はぁ！あー危ねえ！投げてくんのかよ、岩！どっから岩出した？どっから岩出した？ドゥードゥー。なるほど、食らった後ちょっと無敵期間が、あ、これやってる間無敵期間なんだね、多分、これ。ドゥー！オッケー！だからさっき食らったのか、ちょっと。なんか無敵期間があるみたいだね、これ。さすが、やるわね。友達になりましょう。エテボースと友達になったわ。いいエッチだった。はい。ということで、あん。あ、なんだ。なんだこれ。木の実。なんだ、木にぶつかったら木の実が落ちることがあるってことね。なるほど。じゃあ、あっち、こっちの方行こう。こいつは誰だ？お前はなんだ？おい！応答しろ！リン、リン、なんだ？不思議マナ様に合わせろった。このまんは、閉じっぱなしの決まりなんだ。お前みたいな、怪しいやつ、なおさら通せないぞ。
これのどこが怪しいの？ねえ、ピカチュウの顔を見て話せよ。こいつのどこが怪しいの？お前だよ、怪しいのは。なんでお前は、なんか腹切り失敗したような跡があるんだよ。だけどな、ちょうど腹も減ってきたし、木の実を200個持ってきたら、門を開けてやってもいいぜ。200個おー、へへへ。木の実にやっかまってるな。それじゃあ、遠慮なく。ん？お前、もしかして、さっき連れて来られた、チコリタな友達か。ああ、持ってた。へへへへ。友達を作り汚ねて、美しいじゃないか。というわけで、いきなりだが、170個返した。ああ、マジか。みん。驚いたか？礼はいらないぞ。木の実を200個も食べたら、腹を壊すからな。じゃあなんで200個釣ったんだよ、最初。ほら、門を開けてやる。ついに、アフレコの声が高くないキャラがいた。みん、それじゃあな、こっそり応援してるぜ。お、そうだ。木の実ももらったことだし、バトルに役立つちょっとしたコツを教えてやろう。優しいな、めっちゃ。バトルの時は、前を向いたまま。相手の攻撃を素早く左右に避けることができるんだ。おう。どうだ、知ってたか？バトルの間は、右か左に素早く動くことができるぞ。十字ボタンの右か左を2回続けて押してみよう。あ、バトル中にね。なるほど。了解です。じゃあ、通ってみましょう。門の先に行く？行くよ。闇込み中。かわいい。はい。やってきました。ああ、不思議。ああ、いって。リモコンぶつけた自分に。チコリータだ。チンコピカチュウ来てくれたよね。なんでお前はチコリータを返せって言うのか。仲間を助けに来たのだな。おお、いいか。はじめに、決まりを破ったのは、お前たちだ。間違ってはいない。うん。お前たちを、懲らしめなければ、他の者たちが真似して、グリーンゾーンがめちゃくちゃになってしまう。まあ、それが法律ってもんだけどな、確かに。どうしても、チコリータを返してほしければ、わしの命令で、グリーンゾーンを見張っている。グレグルと鬼スズメに力比べで勝ってこい。そうしたら話を聞いてやる。グレグルと鬼スズメ。友達になってるっけ？友達になってねえよな。鬼スズメは見た目覚えてるけど、グレグルって誰だっけ？さっき門開けたやつだっけ？お前の名前は？リン。リン。あ、グレグルだ。何？不思議マナ様か。俺とバトルしろって。こうなっては仕方ない。友情を引き裂く敵役。かっこいいじゃないか。俺とバトルするか。いや、しろって言われてんだからするよ。では、かかってこい。勝負だ。はい。素早く。こっちに行って、トゥイトゥイトゥイ。なるほど。トゥイ。なるほど。トゥイトゥイ。トゥイ。はははは。オッケー。割と楽だね、バトルは。うん。木の実を返した上に、いいことまで教えてやったのに。いや、だってバトルするっていう話だったんだって。かけんなしとはひどいぞ。ごめんよ。ごめんなさい。今ので半分の力？強い相手を探してたあいつが来るかもしれないな。グレグルと友達になった。なんかごめんよ。申し訳ないよ。ストライクが力比べに来た。めっちゃ強そう、こいつ。怖っ。ありがとうね。なんか申し訳ないな、いろいろ。はい。ということで、もう一人、なんかいるんだよな、どっかに。鬼スズメだったよな。鬼スズメはまだ同じ場所にいんのかな？なんかごめんなさい。頭区長の男、伸びたかお前。で、アスレチック、やったかだろ。アスレチック、あ、
さっきのジャンプのやつ？これ？え、むずっそう。アスレチックは決まった時間の中で相手のポケモンのところへたどり着く力比べ。力比べじゃねえやん。相手全然力比べになってないじゃん。ジャンプして相手のポケモンのところへ行こう。失敗しても時間が残っていればやり直せるぞ。時間、あー。むずそう。操作むずいからな、このゲーム。はっ。あ！はっ、と、あ。短いジャンプ。あれ？短いじゃ、むずっ！と、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 あ、惜しい！と、と、と、オッケー！はっはっ、結構むずいな！アスレチック。いいんだよ、どうせ俺が勝つデザインだったから。かくなるよ、僕と友達になってくれ。なってくれ、音符。友達になった、はい。友達になりました、ありがとう。エイパム、グリーンゾーンやハウスゾーンでよく遊んでいる。好きなアトラクションは不思議マナのスイングロープ。あ、これ読んだな。エイパムの兄、ポケバークに来た。好きなアトラクションはこれら。鬼すずめ、不思議マナの使いとして兄弟でグリーンゾーンを見張っていた。好きなアトラクションはペリッパーの、まあいいよ、それは。グレグル、グリーンゾーンの門番。好きなアトラクションは、なんちゃらかんちゃら。はい。あ、さっき来た、こいつ。うさっけい！ケブゾーンから来ました！何っせー！ケブゾーンは、岩ばかり！南に溶け込む私の隠れテクニックも、絶対も活かすことができませんけれども、グリーンゾーンなら、かくれんぼに、うってつけ！かくれんぼ、始めますか？私のテクニック、ご覧あれ！なんか楽しいな、このキャラ。それでは、私を見つけてください！はい。まあ、後ろにいそう。あ、いるやん！ちょっとかくれんぼのコツを教えてやりましょうか、みんなに。声出さない方がいいよ、かくれんぼ中。うん、みんな。その、声出さない方がいいよ、かくれんぼしてるとき。はい。こんにちは。やったね。うさっけい！見つかってしまいましたか？残念、残念。ケイブさんに行くことがあったら、皆さんによろしく！ピカーン。グリーンゾーンやケイブゾーンでかくれんぼのテクニックを磨いている。なるほど。普通に歩いてるけど、さっきのポーズは？普通に歩いてるけど。普通に歩き出した。はーい。こんにちは。おい。はい。なんだと？グレグルとホリスズメに力比べで勝っただと？仕方ない、約束だ。シコリータは返してやる。しかし、いいか、二度とアトラクションで遊ぶんじゃないぞ。え？このゲームの意味？チンカ、ちょっと待ってよ、それもおかしいわ。みんなアトラクションも楽しみにしてるのよ。おまけに、このゾーンから出るのもダメだって。窮屈な距離。ちょっと待って親が帰ってきたので、このシリーズちょっとストーリー的にまだ進めたいので、多分パート2終わりにしないけど、ひとまずちょっとここで区切りましょう。親帰ってきちゃったので、ということで、カットします。はい。ヒロミを5個もらうが、スイングロープに挑戦するか。挑戦しましょう。はい、ということで、ではスイングロープを始めるのしよう。さあ、はい、パート1と2の、まあ、ここまで撮ってきた日の翌日にまた戻ってきました。はい、次の日です、今。このスイングロープってのだけやったらパート2は終わりにしちゃいましょう。はい、翌日だよ、今。不思議マナーのスイングロープ。
ロープを揺らしてロングジャンプ、遠く飛んで高記録を目指す。高記録、遠くまで飛ぶ。遊び方、ウィーリモコンを縦に持ってスタートしたら図のように振ろう。ほって振るのね、オッケー。ロープの動きに合わせて振ると勢いがつくぞ。ロープの動きに合わせて振ると、オッケー。勢いがついたらジャンプしよう。図のタイミングで B ボタンだ。オッケー。残り時間がゼロになる前にジャンプしよう。高記録を目指して頑張ろう。人気のポケモン、エテボース、マンキー、ヒコザル。これは、別に、ピカチュウでやんなきゃいけないってわけじゃなくて、誰選んでもいいのかな？じゃあ、エテボースと、なんだっけ、あと、なんだっけ、ヒコザルと、覚えてないけど、まあ、エテボースにしてみるか。エテボースで、これに挑むことができると。はい。OK。うん。あ、こうやってね。はい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 。これ以上勢いはつかないのかな？ふっ。ふっ。これ以上勢いつかないのかな？ふっ。ふっ。いいの？今のって。今のっていい、いい記録？プレゼント記録言ってないやん。え、もう一回やっていいかい？プレゼント記録。プレゼント記録、ちょっと、プレゼント記録行きたいな。あと32センチ。あと32センチちょっと行っていいかい？あ、終わっちゃった。あー、プレゼント記録。まあ、まあでも、クリアしたので。いいとしよう。プレゼント記録行かなかったんかい？まさか、スイングロープをクリアするとは。約束の通り、アトラクションを遊ばせ、広場の門も開け、まあ、不思議マラさんったら、何を怖がっているの？あなたが心配するほど、クリンゾーンのみんなは弱くないわ。のアトラクションを遊んでる時のピカチュウたちの楽しそうな顔見てたでしょ。あなただって笑ってたじゃない。自分でも本当は気づいてるでしょ。お前は全く生意気ばかり言うやつだ。お前らいいカップルやな、なんか。しかしお前の言う通り、お前たちはアトラクションを恐れるどころか明るく笑い、楽しんでいた。うむ。お前たちの勇気を信じよう。約束の通り、広場への門を開き、アトラクションも自由にしてやる。おお、遊べるということですね。いいですね。そうそう、ピカチュウ。お前にこれを渡そう。スイングロープをクリアした印だ。何？プリズムだ。はい。あ、プリズムだ。はい。どうも。ありがとうございます。はい。さて、ピカチュウ。わしが、集いの広場への門を閉じていたのには、わけがある。リーチゾーンとアイスゾーンのマスター、エンペルト。エンペルト。ケイブゾーンとマグマゾーンのマスター、バシャーモ。わしは、そのリシと、ポケパークのあるべき姿をめぐって、争うようになり、グリーンゾーンを守るために門を閉じた。おう。なるほど。今は2匹との絆を取り戻したい。ああ、何？喧嘩しちゃってちょっと話しづらい状況か、今。集いの広場から2匹が守るゾーンへ行き、エンベルトとバシャーモに伝えてくれ。ポケパークを再び一つにしようとな。すごいじゃない！ピカチュウ！とても大事な役目だわ！あなたのポケモンこれからね！さーて！おばさんのつないの広場ってどんなとこかしら？ことを出て左側に進むのよね！私、メリタクのポンね！ピカチュウはそんなに急いでくれなくてもいいのよ。
ここまでの冒険を記録しますか？しましょう。記録しました！ということで、そうなの、今日俺始めたばっかだけど、一応そのパート2の後半だからもう、これで終わりにしよう。多分パート2、ただでさえ長くなっちゃうから、これで、パート2は終わりにしたいと思います。はい！見てくださった方ありがとうございました。またこの動画で、今度、パート3で、またご会いしましょう。ピカチュウ一人称視点とかねえんだよな。だからマリギャラみたいにちょっと、最初と最後のスクリーン、ポケモン見て終わりとかなかなかできないけど、できねえよな。ブブー。一人称視点とか、あ、うん、間違えた。ごめんなさい。これは間違えてない。わざとです。ごめんなさい。オッケー！ということで、見てくださった方ありがとうございました。また次、今度パート3で、ご会いしましょう！バイ！あっち見てたのに。はい！では！さようなら。バイバイ。